どうも皆さんこんにちは、矢野康則です。それではやってまいりましょう。2023年自主企画月1歌の大辞典2月号のお届けです。本日もよろしくお願いいたします。早速いきましょう。はい、本日の時刻はこちらです。2月の19日日曜日午前10時35分となっております。前回は1995年だったかな、ラブラブラブでしたね。さあ今年は一体いつの歌を歌うことになるんでしょうか。選んでいきましょう。今回もウェブルーレット、こちらを利用してまいります。じゃあ早速いきましょう。今画面で表示されていますが、信頼してください。私は今画面を外しております。で、音をミュートしていたのを解除したんですけども、音が鳴っておりません。一体いつ終わってるのかはなんとなく想像するしかないんですけど、多分終わってると思います。見ていきましょう。こちらです。ドン、10ですね。ということで今年は2010年代の歌を歌うことになります。来たね、2010か。今度は下一桁を見ていきます。なので0から9までを入力しています。で、これで2010何年の歌になるのかっていうのを決めていくわけですね。では行きましょう。スタート。2010年代だとこの間言ってたけど、アイドルのやっぱ曲が年間1位とかを取ったりしてるのが多いんで、 AKB とかになるんじゃないかなという予感がします。知ってる歌とかだったらいいんだけどね。じゃあ決まってると思います。見ていきましょう。ドン、9ですね。2019年、の歌を今年は歌っていきます。で、2019年だとビルボードジャパンさんのランキングがあったと思うので、そちらでちょっと確認をしていきます。なるほどね、こういう感じなんですね。2019年のビルボードジャパンさんでの、年間で、1番となった曲を今回は歌います。今回は、なるほどね。でもまだ歌ったことないからよかったです。今回歌う歌はこちらです。はい、米津玄師さんのレモンになりました。レモンか、いよいよ歌うのかこれがだから4年前なんの。いやー恐ろしいですね。改めてレモンちょっと聞いてみましょう。レモンね、私そこまでベラボーに聞いているわけではないんですよね。イントロがなかったよね。すごいね、7.9 億回だそうです。聞いてみましょう。なぜかハングル字幕が出てます。やっぱワンコーラスは聞いたことあるのよ。だからフル尺でどういう感じなのかっていうのは頭の中に全部入ってないんですよね。はい、ということで米津玄師さんのレモンでした。なるほどね、 Cメロすげーいいじゃん。なんか米津さんらしい転調がゴリッと入ってる。 G シャープマイナー、同主観転調みたいな形なのかな。 G シャープマイナーだからマイナー、 G シャープのマイナーキーから G シャープのメジャーキーに行ってる感じなのかな。なるほどね、面白いことやるね。よし、じゃあメロディーを覚えればなんとかいけそうな気がします。もう歌えそうなんで歌いながらやっていきましょう。私の光、いい感じよ。これはもうあれじゃないかな、いつでも弾けるように準備だけしとこうかな。よし、じゃあちょっともう曲は聴かないでどれだけ覚えてるかをちょっとやってみよう。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る。詰めりゃいけんじゃない。もういきなり歌っちゃうっていうのも手かもしれないけど、いやもう早速ね歌っていこうかなと思います。現在時刻はこちら11時6分まもなく7分になろうとしてるところです。今からね、もう勢いで歌ってみようかなと思います。大丈夫、いけると思う。じゃあもう早速ね歌ってみましょう。夢ならばどれほど良かったでしょう、今だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを、最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま、きっともうこれ以上
傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、もう全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない。2019年の年間ナンバーワン、米津玄師さんのレモンを歌わせていただきました。現在の時刻はこちらです。ドン、11時ね、落ちましたね。11時37分でございます。あれからざっと30分ぐらいですね、歌っていました。米津さんってコード進行とか転調とかっていうところがなんかフューチャーされそうな気はするんですけど、意外この人ね、やっぱメロディーもすごくて、結構なんかクラシックなそのメロディーラインみたいなものを結構取り入れる方かなと思うんですよね。あの C メロの部分だよね。とても忘れられないそれだけが確か、ああいうようなメロディーラインはすごい教則みたいだなという感じがしてね、なんかそこら辺のメロディーラインが米津さんって一番好きなんですよね。こんな人がさ、こう今のね、日本の J-POP をこう牽引してると思うと、ちょっと安泰だよねっていう気はします。非常に楽しく歌わせていただきました。もし、この動画面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録のほどお待ちしております。他にも SNS やってます。よかったら見てください。もう、疲れてるの分かるでしょ。この後寝たらね、午前中にね、これ終わったので、この後は、はい、ちょっとお買い物に行けそうな予感がしますんで、お買い物に行っていきたいと思います。さあ、この辺りでおしまいにしましょう。それでは、また次回の月一歌の大辞典でお会いいたしましょう。さようなら。
Thank you.